うん、この前さ、友達とカフェ行ったら、うん、友達が、なんか、俺トイレみたいな言って席立って、いや、それやったら、うん、お前がトイレみたいになるやろうが。ほんまやな。ほんまか？お前が今日からカフェのトイレになるんか。え？いや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 。マジでそうやん。そうか？気づいてた？気づいてた。というと。俺トイレ行ってくるわとか言ったらわかるけど、うん、俺トイレやったら、うん、お前全部言葉足りてないから、お前がトイレに乗ってしもうてるわい。やめそれ。マジやん。すげえ。また味する？まだそんな味する？なんかね、普段から、その、どこに、そのなんか違和感があるかなみたいな。ダサいダサいダサい。そのこういうの全部着眼点やから。クリティカルなこと言ってたとしてもダサい。あ、この前さ、うん、俺あのコンビニ行って、行ったら会計が650円やったんよ。だから俺これ1000円札で払おうかなって思ってんけど、その瞬間なんかピーンってひらめいて、ちょ待って、1000円と、あと100円玉と50円玉、まあ、合計1150円出したら、これお釣り、500円で、ちょうど1枚で帰ってきて、めっちゃ効率いいやんって思って。これすごない？わ。それ、本当にお前の考え？うん。お前から出た言葉。あったよ、そんなことはずっと。マジもんや、お前。マジもん？俺マジもんなんかな？って何？コングラチュレーション。だる。まあ、俺ぐらいのやついっぱいあるけどな。いっぱいあるよ。低いな、ほんとに。確かに、普通の人に比べたら、ちょっと頭いいかも。そんなことない。お前、マジもんや。俺、マジもんなんすか？マジもんって。今日さ、朝起きたらさ、お布団が剥がれててさ、なんか寝とるときに、こう、バーンって、弾いてて。あ布団が、布団寝るわ。いいよ。追いついてないよ。なんで追いついてないよ。我慢熱いんか知らんけど、うん、その掛け布団をね、寄せやってて。うんうん。布団が、うん、布団だよ。なんで整理するの？なんで整理するしたことか？ちょっと待って。いや、マジでおかしいやろ。これおかしいやろってこと見つけちゃった。これおかしいわ。いや、その漢字、関数じゃないやろ。あれ、おかしい。1。1、1本やろ。2は。2、2本。2本やろ。3は？ 3本か。3本やろ。そしたら4も、4本やろ。どう？関数字。え？こうやって、こう。あ、そう、おかしいやろ。おい。あ、すげえすげえ。ちょっと熱いです。最後までいった。アンビリーバボー。なんでやねん。なんでやねん。聞く手側が外国人じゃない。ちょ、俺も、一個見つけてもうた。何やねん。それ、どうなのそれ。こなれた感じ出すね。漢字で、その、太いってあるやろ、うん、そう、大きいに、下に点つけて、うん、太い。あ、まあ、大きいの派生かな、みたいな。でも、この点、ぽーって。ぽぽーって。エピソード特に。ぽーって、ビューって来て、ポーンって。点の場所。台の右上来た。in? why? なんで厚切りになった？日本人おかしい。わかんないやん、だって。いいじゃん。あれちゃんと、ちゃんと厚切りジェイソンじゃん。